私たちが住む宇宙の果てには一体何があるのでしょうか。この問いは古代から人類を魅了してきました。古代ギリシャの哲学者アリストテレスは宇宙を有限な球体と考え、その外側には何も存在しないと主張しました。一方、同時代のデモクリトスは無限の空虚な空間の中に無数の世界が存在すると考えていました。このように、宇宙の境界に関する議論は2000年以上も前から続いているのです。この疑問に対して、多くの人々は宇宙は無限だから端はないと答えるかもしれません。しかし、この考えは本当に正しいのでしょうか？今日は、現代の宇宙物理学が明らかにした宇宙の境界について、詳しく見ていきましょう。まず、私たちが観測可能な宇宙の大きさについて考えてみましょう。現在の観測可能な宇宙の直径は約930億光年。半径にすると約460億光年とされています。これは、宇宙マイクロ波背景放射と呼ばれる、最も遠方から観測できる電磁波を基準に計算された数値です。CMB は、宇宙が誕生してからわずか38万年後に放出された光です。この時期、宇宙の温度が約3000度まで下がり、それまで密接に結合していた電子と陽子が結びついて水素原子を形成し、光が自由に電荷できるようになりました。このプロセスは再結合期と呼ばれ、CMBY は宇宙の赤ちゃんの頃の写真と言えるでしょう。1964年にペンジアスとウィルソンによって偶然発見された CMB は、ビッグバン理論の最も重要な証拠の一つとなっています。ここで興味深いのは、この460億光年という距離は、実際の CMB 放射源までの現在の瞬間的な距離を示しているということです。宇宙の膨張により、私たちが観測している CMB の源は、現在では銀河や銀河団に進化し、私たちから遠ざかり続けています。宇宙物理学では、このような瞬間的な距離を固有距離と呼んでいます。しかし、実際の宇宙空間では、光でさえもこの固有距離を直接移動することはできません。なぜなら、地空間における最短経路は測地線によって定義され、光の経路もこれに従うからです。さらに興味深いことに、宇宙にはブラックホールと同様にイベント地平線が存在します。現在の宇宙論的パラメータの測定によると、この宇宙のイベント地平線は約160億光年先にあると考えられています。これは粒子地平線よりも近い距離であり、私たちが現在観測できる銀河の中には、もう二度と更新できないものが存在することを意味しています。いわば、私たちは宇宙の幽霊像を見ているようなものです。これは、夜空に輝く星々を見上げるとき、私たちは実際にはその星の過去の姿を見ているということと似ています。例えば、有名なオリオン座を構成する青白い星ベテルギウスは約640光年離れているため、私たちが今見ているのは640年前のベテルギウスの姿なのです。もしベテルギウスが明日超新星爆発を起こしたとしても、私たちがその光景を目にするのは640年後になります。このように、宇宙を観測することは、常に過去を覗き見ることなのです。宇宙の膨張により、これらの天体との距離は光速よりも速く広がっているため、いかなる信号も私たちに届くことはありません。しかし、もし光速の制限を突破できたとしたらどうでしょうか？アインシュタインの相対性理論は、物体が空間を移動する速度に制限を設けていますが、空間自体の相対速度には制限がありません。これは風船の表面に描かれた2つの点を考えると理解しやすいでしょう。風船を膨らませると、点と点の間の距離は広がっていきますが、これは点自体が移動しているわけではありません。同様に、宇宙の膨張による銀河間の距離の増加は、銀河自体の運動ではなく、空間自体の拡大によるものなのです。このため、銀河間の相対速度は光速を超えることができるのです。この概念は、スペースオペラでおなじみのワープ工法の理論的基礎にもなっています。実際、理論物理学者のミゲール・アル・キュビエレは、一般相対性理論の枠組みの中で、空間を歪めることで、実効的に光速を超えるワープバブルの可能性を示しました。これが、ワープドライブの理論的な基礎となっています。仮に、アル・キュビエレ級のワープ線を持ち、恒星全体のエネルギーを燃料として粒子地平線まで到達したとしても、そこで見えるのはおそらくさらなる宇宙でしょう。私たちの観測可能な宇宙は、私たちの位置に応じて移動します。つまり、粒子地平線まで瞬時に移動すれば、そこからは天の川銀河が遠い過去の CMB の一部として見えることでしょう。宇宙の幾何学について考えてみましょう。大規模なスケールでは、地球は非常に平坦です。
銀河や恒星による小規模な歪みはありますが、海の波のように大規模では滑らかです。銀河の分布と CMB の観測により、この平坦性は非常に高い精度で確認されています。しかし、完全に平坦なのでしょうか。地球の表面も局所的には平らに見えますが、国際宇宙ステーションからの視点では明らかに曲がっています。同様に、宇宙の曲率も、現在の測定精度の不確実性の範囲内に収まる程度に小さいかもしれません。もし宇宙が正の曲率を持っているなら、それは4次元球体の3次元表面、つまり超球面である可能性があります。その場合、ワープ線は最終的にこの曲がった超球面を周回して、出発点に戻ってくることになります。最近の推定によれば、宇宙の最小曲率半径を考慮すると、膨張が凍結したと仮定しても、出発点に戻るには、少なくとも粒子地平線の18倍の距離を移動する必要があります。また、一般相対性理論は素晴らしい理論ですが、すべてを説明できる理論ではありません。宇宙のインフレーション理論は、私たちの宇宙が無限に膨張する多重宇宙の中の、ゆっくりと膨張する泡のような存在である可能性を示唆しています。このような泡宇宙は、内部の幾何学に関係なく、有限のサイズを持つ可能性があり、実際の端を持つかもしれません。しかし、その向こう側には何があるのでしょうか？物理法則や次元の数は同じなのでしょうか？これらの疑問に対する答えを探る研究は現在も続けられています。ここで、ダークマターに関する興味深い質問について考えてみましょう。なぜ恒星や惑星にダークマターが充満していないのかという疑問です。ダークマターは冷たく海上であり、銀河を形成するほど集まることができますが、重力以外の相互作用を持たないため、その凝集には限界があります。恒星サイズの物体に完全に崩壊するためには、より多くのエネルギーを失う必要がありますが、電磁気的な相互作用がない限り、それは非常に困難です。対照的に、銀河を満たす冷たい水素ガスは巨大な雲として集まり、光を放射することでさらに冷却され、恒星へと崩壊することができます。ダークマターにはそのような性質がないため、やや膨らんだ状態を保ち続けます。これは、砂糖と塩を例にするとわかりやすいかもしれません。砂糖は熱を加えると溶けて形が変わり、冷やすとキャラメルのように固まります。一方、塩は同じような状況でもなかなか形を変えません。ダークマターは塩のように、エネルギーを失いにくい性質を持っているのです。これが、ダークマターが銀河サイズの構造は形成できても、恒星サイズの密度の高い天体を形成できない理由です。実際、シミュレーションによると、ダークマターのみで構成される宇宙では、現在見られるような豊かな天体構造は形成されないことが分かっています。一般相対性理論の検証については、理論自体を使って証明することが矛盾しているように思えるかもしれません。しかし、理論を検証する唯一の方法は、実際にそれを使用することです。ただし、一つの予測だけでは不十分であり、モデルは複数の独立した正確な予測を言って初めて理論として受け入れられます。一般相対性理論ほど、独立した正確な予測を多く持つ理論は少ないでしょう。例えば、惑星軌道に関する一般相対性理論の予測から太陽の質量を求めることができ、その質量は太陽を通過する光の偏光角を、つまり重力レンズ効果を完璧に予測します。銀河団についても同様で、銀河の軌道からダークマターの質量を求めることができ、重力レンズ効果から得られる質量はこれと一致します。この一致は、科学の歴史上最も印象的な予測の成功例の一つと言えるでしょう。1919年のエディントン卿による日食観測で、アインシュタインの予測通りの光の曲がりが確認されて以来、一般相対性理論は数々の検証に耐えてきました。最近では、2015年に重力波が直接観測され、さらに2019年にはブラックホールの影の撮影に成功するなど、理論の正確さを繰り返し確認されています。これは、科学理論がいかに精密に自然を記述できるかを示す素晴らしい例と言えるでしょう。また、この成功は、私たちが直接見ることも触ることもできない宇宙の構造を、数学と物理学の力で理解できることを示しています。宇宙の膨張により、私たちの宇宙はますます多くの領域がエデント地平線を越え、最終的にはほとんど全てが永遠に失われることになるでしょう。これは少し寂しい事実かもしれません。しかし、この知識は私たちに、観測可能な宇宙の中で起きている現象をより深く理解し、
探求する動機を与えてくれます。科学の進歩により、私たちは宇宙の構造についてより多くの理解を得ることができるでしょう。宇宙の構造を理解する上で重要な役割を果たしているのが、最新の観測技術です。例えば、ジェームズ・ウェット宇宙望遠鏡は、これまでで最も遠い銀河の観測に成功し、宇宙初期の姿を明らかにしつつあります。この望遠鏡は、可視光では見ることのできない赤外線を観測することで、宇宙の塵に隠された天体や、非常に遠方にある天体からの光を捉えることができます。また、地上の大型望遠鏡群や重力波検出器なども、宇宙の境界に関する理解を深めるのに貢献しています。例えば、ライコトバーゴの重力波検出器は、ブラックホールや中性子星の合体を観測することで、強い重力上における時空の振る舞いを直接測定することを可能にしました。宇宙の構造を探る上で興味深いのは、宇宙の泡構造と呼ばれる現象です。銀河を決してランダムに分布しているわけではなく、巨大な網目状の構造を形成しています。この構造は、まるで石鹸の泡のように見えることから、この名前が付けられました。巨大な空洞、ボイドを取り囲むように、銀河の壁や糸状構造が存在しているのです。このような構造の形成過程を理解することは、宇宙の歴史を紐解く重要な手がかりとなります。現在の理論では、宇宙初期のわずかな密度の村が、重力の働きによって次第に増幅され、現在のような大規模構造が形成されたと考えられています。さらに興味深いのは、宇宙の大規模構造と私たちの存在との関係です。もし宇宙が現在とは異なる構造を持っていたら、私たちは存在できなかったかもしれません。これは人間原理と呼ばれる考え方に関連します。私たちが観測できる宇宙の性質は、観測者である私たちが存在できる条件と必然的に結びついているというのです。最近の研究では、宇宙のウェブ構造が生命の存在可能性にも影響を与えている可能性が指摘されています。銀河フィラメントに沿って物質が流れ込むことで、星形成が促進され、また超新星爆発によって生成される重元素が効率的に拡散される可能性があるのです。宇宙の境界を探る研究は、私たちの宇宙観を大きく変えてきました。かつて人類は、地球を宇宙の中心と考えていました。しかし現在では、私たちの太陽系は天の川銀河の辺境に位置し、その天の川銀河も数千億個の銀河の一つに過ぎないことを知っています。さらに、私たちの観測可能な宇宙際も、より大きな多重宇宙の一部である可能性が指摘されています。この考えは、現代物理学の最先端の理論から導かれるものですが、まだ直接的な証拠は得られていません。このように、宇宙の境界に関する研究は、単なる物理的な限界の探求を超えて、私たちの存在の意味や、自然界の根本的な法則の理解にもつながっています。現代の観測技術と理論物理学の発展により、かつては哲学的な思考実験に過ぎなかった問いに、科学的にアプローチできるようになってきているのです。そして、これらの研究は今も続いています。新しい観測装置の開発や、理論の精緻化により、私たちの宇宙に対する理解は日々深まっています。宇宙の境界に関する探求は、人類の知的好奇心の象徴であり、科学の進歩を推進する原動力となっているのです。また、量子力学と宇宙論の融合も、宇宙の境界に関する新しい視点を提供しています。量子もズレの概念は、空間的に離れた粒子間に存在する不思議な結びつきを示唆していますが、これが宇宙規模でどのような意味を持つのかは、現代物理学の大きな課題となっています。ホログラフィック原理という考え方も注目を集めています。これは、3次元の宇宙の情報が、その境界となる2次元の面に符号化されているという驚くべき可能性を示唆しています。まるでホログラムのように、私たちの住む3次元の世界は、より基本的な2次元の情報から生み出されているかもしれないのです。宇宙の温度についても興味深い事実があります。宇宙マイクロ波背景放射の観測から、現在の宇宙の平均温度は約 2.7 ケルビン約マイナス 270.45 度であることが分かっています。この極低温の環境は、宇宙の膨張による冷却の結果です。しかし、局所的には超新星爆発や活動銀河核などにより、数百万度にも達する超高温の領域も存在しています。さらに、宇宙の加速膨張を引き起こしているとされるダークエネルギーの正体も、依然として謎に包まれています。この見えない力は、
重力に逆らって宇宙を押し広げており、その本質を理解することは現代物理学の最重要課題の一つとなっています。宇宙の年齢についても、最新の観測結果から興味深い事実が明らかになっています。現在の宇宙は約138億年前に誕生したと考えられていますが、これは地球の年齢、約46億年の3倍近くに当たります。この長大な時間スケールの中で、物質が集まって銀河を形成し、星々が生まれ死んでいく壮大な進化のドラマが繰り広げられてきたのです。最新のシミュレーション技術は、こうした宇宙の進化をコンピュータ上で再現することを可能にしています。例えば、イルストリスプロジェクトでは、ダークマターや通常の物質の分布から、現在観測されているような銀河の形成過程を詳細に追跡することに成功しています。このような研究は、私たちの宇宙がいかに精緻なバランスの上に成り立っているかを示しています。例えば、物理定数のわずかな違いが、全く異なる宇宙を生み出す可能性があることが指摘されています。これは、私たちの宇宙が、生命の存在を可能にする特別な条件を備えているという事実を浮き彫りにしています。今後の研究では、新しい観測機器や理論的なアプローチにより、さらなる発見が期待されています。例えば、次世代の重力波検出器は、初期宇宙からの重力波を直接検出する可能性を秘めています。また、ダークマターの直接検出実験も、その正体を明らかにする手がかりを提供するかもしれません。このように、宇宙の境界に関する研究は、物理学、天文学、数学、哲学など、様々な分野の知見を統合しながら進められています。それは単なる科学的な探求を超えて、私たちの存在の意味や、自然界の根本的な法則の理解にもつながる壮大な知的冒険なのです。ここで興味深いのは、宇宙における情報の役割です。ブラックホールの研究から発展したベッケンシュタインの境界という概念は、一定の空間に詰め込むことのできる情報量には限界があることを示唆しています。これは、デジタル時代を生きる私たちにとって、非常に示唆に富む洞察と言えるでしょう。また、宇宙の境界に関する研究は、私たちの技術発展にも大きな影響を与えています。例えば、GPS システムは一般相対性理論の効果を考慮に入れなければ、正確な位置情報を提供することができません。地球の重力場による時間の歪みを補正する必要があるのです。宇宙の研究から得られた知見は、意外な分野でも応用されています。例えば、天体観測で使用される画像処理技術は、医療画像の分析にも活用されています。また、宇宙空間での効率的なエネルギー利用の研究は、地球上での再生可能エネルギーの開発にも貢献しています。さらに、宇宙望遠鏡の開発で培われた技術は、私たちの日常生活でも活用されています。例えば、ハッブル宇宙望遠鏡の画像センサー技術は、現代のデジタルカメラの開発に大きな影響を与えました。また、宇宙服の素材研究は、高機能な豪華服や防寒具の開発にも応用されています。宇宙の境界に挑む研究は、人類の想像力と創造力を刺激し続けています。例えば、宇宙エレベーターや太陽補推進など、かつては SF の世界の産物だった概念が、現実の研究対象となっています。これらの構想は、宇宙の物理法則についての深い理解に基づいて、実現可能性が検討されているのです。宇宙開発における国際協力も、重要な側面です。国際宇宙ステーション、ISS は、政治的な対立を超えて、人類が協力して宇宙研究を進められることを示す象徴となっています。このように、宇宙の境界に関する研究は、科学技術の発展だけでなく、人類社会の発展にも大きく貢献しているのです。それは、私たちの視野を地球という惑星の枠を超えて広げ、より大きな視点から私たちの存在を考えることを促しています。そして、この探求は今後も続いていくことでしょう。新しい観測技術の開発、理論の発展、そして予期せぬ発見により、私たちの宇宙に対する理解は、さらに深まっていくはずです。宇宙の境界に関する研究は、人類の知的冒険の最前線であり続けています。それは、私たちに謙虚さと同時に、果てしない可能性を示してくれているのです。本日の宇宙の神秘についての動画はいかがでしたでしょうか？もし星々の輝きのように心に残る内容でしたら、チャンネル登録と高評価で応援していただけますと幸いです。それでは、また次回の動画で広大な宇宙の旅をご一緒しましょう。今日も素敵な宇宙の時間を共有させていただき、ありがとうございました。